センタープレゼンツ賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜も始まりました。はい、はい、いつものこのコーナーです。はい、何の日コーナーですね。はい、ですね、今日ではなくて明日9月の21日はファッションショーの日だそうで、1927年に銀座三越で日本で初めてファッションショーが行われたということなんですけど、そういう日なんですね。そうなんです。明けて21日。そうです。はいはい。まあ、スーツを着ないで有名な小泉さん。有名ではありませんけど。スーツ着ることあるんですか？ね、去年1回、あ、2回か、はい、1回は社員の結婚式で来ました。結婚式はね、さすがにラフな格好じゃいけないですからね。あともう1回は、まあ、喪服で、喪服で、それはまあありましたけど、そっちもやっぱラフな格好じゃいけないですからね。いけないですからね。なるほど。その2回だけです。じゃあ本当に仕事で着ることないんですね。着ないですね。もう1回もないですか？ないですね。あ、すごいですね。まあ、改めてその最近聞いた人はなんで小泉さんがスーツを着ないのかっていうのをちょっと教えてください。なるほど。これ第1回目のね、放送でも言いましたけど、スーツ着てたんですよ、もともとは。でスーツを着てぐちゃぐちゃになりながら不動産業創業の時にチラシ配りをやってたんですけど、まずね、革靴がぐちゃぐちゃにへたっちゃって、で、まあ、夏場はもうワイシャツ2枚3枚取り替えるとかね、それとかもう本当にスーツのシワがなくなっちゃうぐらいになってたんで、これはもっとね、普段着でラフにガンガンやった方がね、効率が良かったんじゃないかっていうのが始まりで、普通の普段着というかスポーツウェアを着ることになったんです。でそれがまあね、あのきっかけで普段の働く時もそれにしちゃおうかっていうようなね。なるほど。その流れなんですよね。じゃああれですね、クールビズを誰よりも先取ってたのかもしれないですね。そんないいもんじゃなくて、本当はね、チラシ配りをね、お金があれば業者さんにお願いしてればよかったんですけど、僕たちはお金がなかったので、なるほど、まあ、不動産業始めた時の原点の、ファッションというのがそういうね、普段着と。なるほど。いうことなんですね。いや、じゃああれですね、ちょっと涙がね、混じるような、そういう、思い出なんです。そうですね、さすがにその格好でファッションショーはできないですね。そうです、そうです、そうです。汗をかいても大丈夫なのが僕たちの服装ということですね。いやいや、はい、まあ、ファッションは奥が深いですからね。そうですね。そういった歴史もあるということで、はい、ファッションショーの日ということでございました。はい、はい、それでは住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ。訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ。安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買取専門店、港北ニュータウン店まで。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、賢者の部屋。混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうためにさまざまな提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは松尾農園グループ代表の松尾孝夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。小泉さん、はい、松尾さんとのご関係は、はい、そうですね、はい、松尾さんとはもうかれこれ1年半ぐらいなんですけども、何回かね、このラジオでも僕が、美容液を作って、はい、通信販売という事業に乗り出しましたよということでご紹介させてもらってるんですけども、はい、その通信販売の、仕組みを学ぶですね、勉強会で、ご一緒しているのが松尾さんなんです。で、そこの勉強会で一番最初に、はい、まあ言葉をかけさせていただいて、一緒に昼ご飯とかね、食べさせてもらったりとかって、一番最初に仲良くなったのがこの松尾さんということです。なるほど、はい、ではそんな松尾さんなんですが、改めて私の方からご紹介させていただきます。ニンニク九州ナンバーワン、
九州の野菜、ニンニクや黒ニンニクの生産をしている松尾農園。その松尾農園3代目を継ぐのが松尾隆夫さんですということで、うん、まずこの松尾農園というのはどちらにあるんですか？九州の、福岡県八女っていうところになります。はい、8つの女って書いて八女って呼ぶんですけども、元隣は熊本ですので、うん、福岡の一番南に、はい、でやっております。はい、どういう場所なんですかね？自然豊かな場所なんですか？はい、もう豊かすぎて困るぐらいの、うん、はい、ところなんですけど、はい、そうですね、まあ、矢部川っていう川が、まあ、大きな川が流れてまして、その裏にはもう山がいっぱいあってですね、はい、結構、はい、豊富な、うん、自然が豊富なところで、はい、作っております。ニンニク九州ナンバーワンということなんですけど、松尾農園はもともとニンニク農家だったんですか？そうですね、農家自体私のおじいちゃんの代から、うん、始めまして、当時はみかんだったんですね。みかん、はい、うん、で当時のみかん結構高級なもので、うん、まあ、福岡でいうと中洲という、うん、飲み屋がありますけど、うん、まあそこに行ってもみかん1コンテナ20キロぐらいあるんですけど、うん、あれを売ると朝まで飲めるというぐらいですね。当時はものすごく高級品だったね、ですね、珍しかったみたいですね。はい、はいはい、でずっとやってきてたんですけども、うん、やっぱりこう当時のみかんのこう出荷、うん、まあ、出す時っていうのがまあ、美味しいのもちろんなんですけど、うん、ピカピカとしてこう綺麗なみかんがやっぱり価値が高いと、うん、でそういった時にやはりこう農薬とかっていうのをいっぱい使わないと綺麗なピカピカとしたみかんが取れないと。なるほど。はい、でまあ、私のこう祖父も当たり前のようにそれで作ってはきてたんですけども、うんうんうん、やっぱりこう農薬を使うとこう皮膚がかぶれたりとか、うんうん、頭が痛くなったりとかですね、うん、で、まあ、そういった形の姿を私のこう、まあ、先代親父なんですけど父が見てて、うん、結局それをお客様消費者に届けるって言った時に、うん、これなんかちょっとおかしいんじゃないのかなというところがちょっとまずあって、うんうん、で、まあ、一緒にみかんは作ってたんですけども、で、まあ、その中で、もっとこうちゃんとしたというか、まあ、安心やっぱ安全なものを作っていきたいというところで、うん、まあ、原農薬とか無農薬とか、まあ、有機の方の勉強を始めまして、うん、で、まあ、それでみかんをこう作り始めたというのが2代目のところになりますね。なるほど。で、ですね、やっぱみかんの方も、まあ、当時はですね、良かったんですけども、はい、オレンジの自由化っていうのが、うんうんうん、昭和50年ぐらいですっけで、うん、あった時にやはりもうみかんの価格が暴落してしまって、でこのままだとちょっといかんなと言った時に、まず田んぼが結構あるんですね、近くに、うん、で田んぼはお米を作った後っていうのは、まあ、よく麦を作ったりとかっていうことで1年に2回作物作ったりとかするんですけども、うんうん、でも私たちの地区ってあんまりこう麦を作るってあんまり収益性が良くないもので、うんうん、ほったらかしにしてるところが多かったんですね、うんうん、みかんの方もあったりとかするので、うんうんうん、でそういったところでまあ、お隣の県佐賀県の方で、お米の裏に玉ねぎを作るっていう地区が大きなところがありまして、うん、はい、で佐賀で作れるんだったらこっちでも作れるんじゃないかなっていうことで玉ねぎの栽培始めたんですね、うん、でそして、まあ、ある程度こうずっと何年かやってきてたんですけども、やっぱりその間にずっとこう、やっぱりこう田舎ですから、うん、どん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 こう高齢化が進む、うん、ってなった時にやっぱりこう玉ねぎも重たいと一個ずつがですね、でそこで、まあ、いろんな方とこうご縁があったみたいで、まあ、玉ねぎが作れるんだったらニンニクも作れるんじゃないのと、それでニンニクだったら1個ずつはですね結構軽いものですから、うん、でこれだったらこう年を重ねても続けていける農業になるんじゃないかなっていうところが一番最初のきっかけで、はい、すごい流れだね。すごい流れだね。ちょっと待って、みかんピカピカみかんがまずあって、で無農薬みかんに行って、うん、みかんが値段が安くなったからやばいっていうことで今度玉ねぎを挑戦したと、はいはい、で玉ねぎは重いので、まあ、その間がね何年もずっとこう長いスパンでなんですけども、 その次がニンニクだ。そうです、そうです。でもニンニクって正直、うん、農家の方は儲かるんですか？ですね、あんまりやっぱり今までは厳しいっていうところと、うん、やっぱりその福岡の中でニンニク作るっていうのは他が周りもいないので、うん、なかなかその価格をつけるにもつかないっていうところやっぱ当時あったみたいですね、うんうんうん、で
まあ、生協さんっていうところとのちょっとお付き合いが それこそあの、まあ、原農薬無農薬のみかんを作り始めた時につながって安心でいいものをと、うんうんうん、でその流れでニンニクの方もある程度こう安定したっていう、あ、まあでも儲かるっていうのはちょっとまた別のですね、まあ、作り続けていける価格という感じで、うん、生協に卸すっていうのは結構基準厳しいでしょう。かなり厳しいですね、うんうんうん、そうですね、まあ、自分家の畑があって、うん、東西南北に何を使ってる作ってるかって、はい、っていうのをちゃんとこう提出するんですね、書類に。でっていうのはやっぱこう生協さんの中でこう使っていい農薬を使ってはいけない農薬とかがあって、うんうん、で、まあ、出荷をすると一部やっぱりこう分析をかけられるんですね、はい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 、でちゃんと作ってるかどうかって、もし入った時に自分やってなくても隣から入る場合があるんですよね。あ、そうなんですか。なので隣に東西南北何があるかっていうのを確認した上で、なので、まあ、うちは使わないんですけども、例えばこう隣の、うん、家事をされてるところが、薬をまかないといけないとなった時は、もうこっちが使ってない時期だとか、お互いのこうちゃんと声掛けをして、うん、とかかってるであろうとかも外してしまって出さないとか、まあ、その場開けて作るとかいう形で、きちっとしたものをこうやっていく。だから結構やっぱ厳しいですね。その農薬の基準っていうのは昔はそんなに厳しくなかったんですか？そうですね、まあ、当時は当時でそれなりにはあったと思うんですけども、うんうんうん、今はその県の方の基準っていうのがあって、まあ、一つの作物ごとに何回までだとかはあるんですね。で生協さんでいうと、まあ、無農薬のものあるし、まあ、原農薬って言われる、うん、減らしたもの、でも減らしたものでもやっぱり県の基準の半分の半分っていう感じで、だからもう結構そのなんだろう、病気に、負けないようにものすごく手をかけたりだとか、あと基本はもう除草剤は使わないっていう形で、でもこれやっぱり生協さん作ってる野菜作ってる仲間はもうみんな口それも草取りが一番大変っていうのがですね、もう共通の話ですよね。どうやって草を抑えていこうかとか、はい。ニンニクっていうのはこの育てるのは大変なんですか？育つのは正直ですね、草取りのところをだいたい3回から4回ぐらい繰り返し抜いていければだいたい無事は育ってくれるっていうところはありますね。でもやっぱ収穫してからっていうのが、根っこがついてます、茎がついてますね、やっぱそれハサミで落として、まあ、乾燥をだいたい2週間ぐらいかけてから仕上がったものをこうイボイボのゴムがついた手袋で、外の皮を剥いであげてやっと出来上がりっていう感じなので、そこまで農家の方はしてから出荷するんですか？そうですね、生協さんのも袋詰めまでして、あ、そうなんですね、はい、出してるんで、いや、なんか農家の方って割とたくさんの野菜を作っているから、それなりにね、一日大変なことあると思うんですけど、割とこうまあそういう手間はないと思ってたんですよ。もう取ったらそのまま出荷すれば、また出荷先で、ね、葉っぱを切ってくれる人がいるのかなって思ってたんですけど、結構、ね、ちゃんと袋詰めまでとかやるよね、僕のね、田舎っていうか、お袋の館が茨城で椎茸を取ってたんですよ、で僕小さい時はあの網のやつあるじゃない、白のこう、はい、石鹸入れてこう、はいはい、網にちゃんと入れて、紙をパッて商品名をやって、はいはい、パチパチってこうホチキスでやるっていう、僕、はいはい、お手伝いやってたんで、その中にじゃあ椎茸入れて、そう椎茸入れて、それでそうなんですか、多分あれ生協だと思うんだけど、それがもうちゃんと袋詰めしてね、もうそのまま売れる状況まで農家がやってましたね、そうなんですね。でも松尾農園さんは、ニンニク九州ナンバーワンっていうぐらいなので、どんなところがナンバーワンなんですか？そうですね、やっぱニンニクにかける思いが一番のナンバーワンだとやっぱり量的なところはですね、はい、大きいところっていうのはあるんですけども、やっぱこう自分のところで作って、加工しても販売もするっていうところで、やっぱお客様の声いっぱい聞くことができると、とやっぱりこう、でもこう百姓というか、やっぱ安定して作っていかないことには供給もできないっていうところ両方ありますので、はい、で今こうそうですね、やってる生産の技術というか取り組みについては結構力を入れててですね、ですね、私のところのニンニクってこう粒が8つあるんですね、かけらがですね、でそのかけらの1つが種になるんですね、でそれからこう葉っぱがまっすぐ出てきて2つになって3つになって4つになってって、で大体最後16枚ぐらいまでになってくるんですけども、やっぱこうきちっとしたこう時期にその葉っぱの枚数を合わせることによって、よりいいニンニクができる
で、あのたまにハズレのニンニクがあるんですよ、はいはい、皮を剥いても剥いても中身が入ってないで玉ねぎで、でそれがやっぱり気候の条件だとかもいろいろあって、まあ、そういったところでこうまあいい形でこの時期にこういう肥料を使ってあげることでちゃんとしたものが育つとかですね、少しずつこう見えてきてる部分があるんですけども、それはでもこう私だけが分かっててもっていうところがあるので、まあ、スタッフが何名かいますんで、あの、まあ、月2回から3回とかずっとこう計測をやってるんですね。あの一つ、まあ、うちも大きな畑あんまないんで、はい、小さい畑いっぱいあるんですけど、そこにこう1メーター四方のこう杭を立てて紐を垂らして、でそこがこう計測区って言っていつもこう調査をする場所を決めてるんですね。でそれで、何月になったら葉っぱの何、まあ、枚数が何枚っていうふうなものとか、こう緑の濃さだとか、あの茎の太さだとか、とに引き抜いてみて根っこを切って根っこのこう重さを測ってみたりとか、そんなところまでするんですね。はい、もう数字で見れるところはできるだけちょっといろいろピックアップしてみようと、それで、まあ、いくつか畑がありますから、その平均を見て、その時期に最適なやり方っていうのをこう探っていこうという取り組みをちょっとやってみている感じですね。すごいですね。もう、はい、愛してます。そこまでしたらナンバーワンですね。そしてそんな松尾農園のニンニクは、通常のニンニクとあとは黒ニンニクというのがあるっていうことなんですけど、はい、黒ニンニクって品種ですか？黒ニンニクはですね、はい、品種ではなくて、はい、まあ、白いニンニクを、はいはい、高温多湿サウナみたいなところに、私の800時間入れておくとですね、白が茶色になって真っ黒になっていくんですよ。砂糖を火で炙るとカラメルソースになるじゃないですか、あれと同じで中 の、はい、糖分が黒くなっていくっていうかですね、そんな感じ でその熟成の間に辛みの成分が分解されていって、臭くないニンニクが出来上がる。で甘いと。そのまま食べても大丈夫なんですか？あ、もちろんです。へえ、はい、これですよ。これニンニクというと、黒ニンニクとは生ニンニクよりもすごいパワーを持ったニンニクと、はい、なるほど。今の小泉さんの言い方が CM みたいですいい声で一日いい3粒食べるだけで体ポカポカ元気もりもり、はい、プルーンのような食感で皮を剥いてそのままお召し上がりくださいと。いや、ちょっと今そんな感じ。いいメッセージ。ここにそれ書いてうちのさ、はい。いや、でもね、これはね、まあ僕はね、実際もういただいちゃって食べてるので。あ、そうなんですね。これすごいですよね。いつも元気なのかな。もう自信作ですね。すごいですよ。でね、あと知り合ったばっかの時に、はい、これニンニクってほら。僕のところは焼肉屋やってるじゃないですか、はい、焼肉とねちょっと相性いいんじゃないかってことで、試験的にあれ1ヶ月2ヶ月ぐらいかな販売したんですよ、うん、はいはいはい、すごい売れました。本当ですか、うん、いやだってお肉とニンニクなんて最高のタッグじゃないですか。だけど女の子とかは次の日とか、あとこの後とかっていうのがあって、ニンニク本当は好きなんだけど入れられないと。でこの黒ニンニクが一粒いくらですよって言って、はい、一応張り紙出しといたらバンバン売れて、で美味しい美味しいっていう、あとね、まあ予想以上に甘いんですよ。ちょっと気になりますね。今週は食べれないですよ。今週は持ってきてないよね。っていうことは来週食べれるってことですね。はい、今週は僕のトークだけでなるほど想像していただいて、いい声でね。そう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 。なるほど。黒ニンニクとはとね。いいっすね。すぐ調子に。すいません。いやまあそんなでは。松尾農園の黒ニンニクは来週食べれるということ で来週登場して、はい、来週は村上さんがもぐもぐしながら、そうですね、トークをすると、みんなでニンニクを食べながら、そうなるほど。いや、そんな松尾農園の今日は3代目松尾隆夫さんをお迎えしてお届けしてきましたが、また来週もですね、そのニンニクについてそのパワーとかもいろいろお話聞かせてください、はいはい、ということで今回のゲストは松尾農園グループ代表松尾隆夫さんをお迎えしてお送りしました。以上、賢者の部屋でした。最近ヘトヘトでお疲れ気味のあなた、九州の豊かな大地で育て800時間熟成された臭くない甘い黒ニンニクはいかがですか？九州のニンニク農家松尾農園熟成黒ニンニク、今ならお試しモニター6粒入りが特別価格500円、
送料お支払い手数料無料。フリーダイヤル 0120-987-422 0120-987-422。番組終了後30分間お電話での受付お待ちしています。住建情報センタープレゼンツ賢者のフリで横浜フューチャー。小泉さんのホームタウンでもある横浜、そんな横浜のおすすめのお店やスポットを紹介するこのコーナー、小泉さん、今日はどこをご紹介してくれますか？はい、本日はですね、はい、横浜のみなとみらいにあります、はい、MM タイという、 MM タイ、はい、タイ料理のね。あ、よかった、それでイタリアンだったらどうしよう。何を言ってんすか。タイって言ってんの。そんなオチないでしょ。 そうか。そこのね、はい、タイ料理をちょっとね、はい、ご紹介したいなと。いや、タイ料理大好きです私。いいでしょ。でね、僕もね、この間たまたま昼間ね、夕方ぐらいかな、はい、ちょっと辛いもんとかこう食べてみたいなって、そんな日ってありませんか？ありますありますよね。カレー食べたいなとか、今日ラーメンだなと、そんな時にちょっとね、普段通りがかるんで、はいはい、あそこなんか入ってみたいなっていうのはそこだったんですよ。なるほど。で入ったんですけど、はい、私はですね、その日はですね、はい、ここの生春巻きっていうのをね、わー、生春巻きいいですね、うん、辛いソースでね作るね。あ、いいですね、あのスイートチリソースみたいなね。そう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 、あれが後で来るでしょ。あれ来ますよね。来ます来ます、うん、あの意外にね、あの最初の味はほら甘いんで、ガンガンいけるかなと思ったらね、後でやられるっていう、そういうやつね。それとね、僕はあの空心菜っていうのが結構好きなんですよ。あ、いいですね。で、空心菜の瞬間炒めっていう、瞬間、そう、瞬間炒めっていう名前だったんで、ほうほう、これ相当の強火でバッと焼くんだろうなと、炒めるんだろうなと、はいはい、いうことでこいつも頼みました。なるほど、どうでした？うまかったです、うまかったです。瞬間で食べました？いや、瞬間で食べないちょっとずつですけど、あ、ちょっとずつ、本当に美味しかったです。本当ですか？あのカラッとしててっていうかね、いいですね、それとね、はいはい、僕が食べたのは、カオマンガイという、カオマンガイは美味しい。あ、好きですか？わかります、これもね、やっぱりソースが 3つつけてきてもらってて、はい、それを食べましたね、あとはね、タイチキンライスとか言いますよね、カオマンガイは。そうなんですか。僕ね、詳しくなくて、あ、本当ですか？本当に飛び込みみたいな感じで行ったんで、どうなのかなと。あの茹でてる鶏と、そう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 、あとジャスミンライスとかで食べるんですよね。そうそうそう。でね、この真ん中のあの茶色いソース何だったんだろうな、分かんないけど、ちょっとピリ辛のソースですよね。そうですそうです。だからどれもこれもね、少しずつ辛いんですけど、まあうまかったですね。おいしそうですね。あとは、一番辛かったのは、トムヤンクンヌードル。お、ご飯も食べてヌードルも食べたんですね。そうです。結構がっつり食べましたね。なんか ね、 あのね、目がね欲しくなっちゃって、どれも食べてみたいなって、ガン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 頼んでたら、こいつ頼みすぎじゃないかぐらいになっちゃったんですけど、でも食べました。トムヤン君はもう世界三大スープですからね。あ、そうなんです。そうですよ。ラボじゃん、詳しいっすね。私はタイ料理本当に好きで、今これ二人でですね、その MM タイのね、あのホームページ見ながら見てるんですけど、私ちょっとおすすめ勝手にしていいですか？いいですよ、いいですよ。美味しいんだったら、ぜひタイ料理で食べてもらいたいのは、どれ？パッシーユっていうタイ料理があって、これタイ風、焼きそばみたいな、そうなんですよ、きしめみたいな、ちょっと太い、あ、なんかうまそうだなこれ。そうなんです、麺に甘辛のタレが絡んでて、で、もう一回言って、もう一回向かって、パッシーユです。パッシーユ、はい、これパッシーユ、ちょっとバーンとエコーかけた方がいいよ。パッシーユ、いきますよ、さ、パッシーユ、こう、そんな感じ。よくわかんないです、何のための、何の、こう、前回のね、あれが、はいはい、あれね、好評だったんで、好評だったんですね。そう、村上さんのこの、ね、私も改めて聞いて、なんだこれって思いましたけど。なるほど、じゃあ今度これ、僕行ってみます、はい、パッシーユ、パッシーユ美味しいです、でもね、あのメニューが豊富なんで、何回か行かないと、多分制覇できないんでね。でも、あの、割と最近タイ料理のお店って増えてきていて、ただ創作タイ料理みたいのが多いなっていう印象なんですが、この MM タイは割ともう典型的な正統派だなって思います。
なんでこのタイ料理、本当にあのタイ料理が食べたいっていう人にはぴったりのお店だなという印象ですね。あ、なるほど。ちょっと飛び込みで入った割にはいいお店だったんですね。いいお店ですね、うん、この MM タイはみなとみらい駅から一番近い。そうですね、もう本当に歩いて数分。お、なるほど、うん、歩いて1分2分そんな感じです。みなとみらいは美味しいお店とかちょっとおしゃれなお店とかたくさんありますからね。あるんですよ、あるんですよ。そういう中からなかなか見つけようとすると大変なんですよね。そうなんですよ、僕もね、うん、この横浜フューチャーのために食べ歩きをしてますね、はい、あーもうぜひもう全部のお店を制覇していきます。わかりました、はい、ということで今日は小泉さんご紹介してくれたお店はみなとみらい駅すぐの MM タイというお店でした。ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、以上横浜フューチャーでした。体に悪いものは使わない、そんな当たり前のことだけにこだわりました。10種の無添加敏感肌用の全身美容液ウルシズです。お問い合わせはフリーコール0800-919-0519、アルファベットで MUKU、 ムクまで。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、そろそろお別れの時間となりました。小泉さん、はい、今日お迎えしたゲストは松尾農園グループ代表3代目の松尾隆夫さんでしたが、うん、いかがでしたか。うん、はい、どういうふうな、ね、経緯で、松尾農園さんがやられてるかっていうのを今回ご紹介ですけど、はい、次回はですね、うん、なんと、うん、原品を持ってきていただいて、やったね、食べながら、はい、実況をしていただくと、 いいですね、あのいつものね、はい、あの賢者の砦のね、はい、その楽しみコーナーと楽しみコーナーそんな風になるんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うん、そうなんですよ。特にあの横浜フューチャーで小泉さんが美味しい話をした後はやたらとお腹が空くんで本当ですか。お腹空くんですよね、やっぱ。ありがとうございます。美味しい話を聞いてると。あ、でもね、黒ニンニクね、はい、これはね、多分女の人でもすごい食べれちゃうんで、気になります。ちょっと僕膨らましてるでしょ。全然持ってないですよ、全然持ってないとか言ってって思ってますよ、うん、いやいや、甘いでしょ、はい、でね、多分子供のやつにもなるっていうね、そんな感じなんですよ。あ、そんなに、うん、ちょっとそれは本当に期待値が上がりました。そうなんですよ。まあそんなね、はい、期待値ぐんぐん上げておいて、うん、次回に長だれ込むというね。なるほど。そんな感じで長だれ込まなくてもいいですか。ではぜひ、はい、来週も松尾さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。はい、住建情報センタープレゼンツ賢者の砦で来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。俺の心を落ち着かせるハテナ、それを BGM に向かう PC、 会話途切れお前は不敵気味、しみじみ思いを I love you、 だけどいずれ言葉たちのプレビューはこの背中に書いてあるもんで、あの世でしてくれ愛のインタビュー、誰のお腹をわきまえろ、俺が守るから一歩下がってみてろ、 Yo、 飯はまだか風呂が先か、お前にはさらすまる裸、路頭に迷い悩む時も先が暗くて何も見えねえ夜も、俺についてこりゃ心配はねえ、二人でぼりゃそこは目の血晴れ、はどこにもないそう、求めてる場合じゃ、縮小この胸を締め付ける曲が流れるメリオで、見つけたこの恋も予想はできなかった音色、縮小
つける曲が流れるレディオ。どこの誰でもねお前がいる。俺の横にはいつも前がいる。どんな時も離れてても始末の悪いこんな俺にも人生の寂しさを俺は知ってる。でもくじけねえ横にお前がいる。ガリコエの And I love you soそう覚えとるか出会ったあの日チャラついた俺を前は軽く無視、oh, でも今はこの通り愚痴まで全て来てくれるもう一人ぼっちはコリコリ出てきたボロいカセットテープ幼き日のお前の面影気づいた人を愛すこと俺の知らねえ